レーシングドライバーの伊沢拓也さんです。ラブカス TV 伊沢拓也です。いつも見ていただいているということでありがとうございます。今日はちょっと残念ながら伊沢さんの方の引っ張りではないので、はい、あれですけれども、ちょっと一言タイプ R 乗ってみての印象をお伝え願いたいんですけれども。そうですね、仙台とかリミテッドと比べると全然乗り味が違くて、はい、もっと大人なタイプ R だと思うので、安心して多分鈴鹿を攻めれます、はい、ただ問題は引っ張りがリミテッドなんですけど、はい、性能差的に、うん、いくら頑張っても後ろを引き離せないですよ皆さん。なるほどなるほど。そこも多分ストレートもスピードも全然違うし、はい、その辺体感してもらえるといいかなと思います。俺が上手くなってると思って、ありがとうございます。一生懸命やってもう煽られちゃって煽られちゃって、煽ってないですよ。話されちゃいけないと思って、いや僕もあれ以上いけないですよ。カルガモの、ね、子供は親についていくの配信なんで、そのぐらいでも楽についていけるぐらい車が速くなってるっていう、まあ、楽っていうか、まあ、それは一応の速さが欲しくて、はい。